はい、週が明けました。6月22日月曜日の朝6時4分の相場解説になります。まあ FX ね、難しいですね。分かったと思いながらも分かんないところがあると。でも難しいって感じるのはとっても大事なことなんですよ。どこが分かってないのかなってことに気づけるからなんですよね。で、どこが分かってないのかが分かっていると修正点が見つかりますから一歩前に進みます。ですんで、分からないなと思った時がチャンスだと思ってくださいね。それをごまかさないことです。週足を見ていくと、まあ、いつものようにね、線引いていきますけども、こちらと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 、4つのポイントに、横線がバーっと、つきますよね。で、私が思うところ、あれ、横線が消えちゃった。私が思うところ、この横線っていうのは、上から順番に、こうやってね、下がってきている、買いのラインがあります。こういうふうにね。結局これがね、ここに達するまで進むんではないかなって思うんですよ。ですので、全体的にはですよ、週足の全体的には、こういう風な形で、下に向かっていくんだろうなと思うんですよ。こういう風にギザギザしながらね、ギザギザしながら、105円とかね、104円の方向に下がっていくと思うんですよね。はい、で、その中には、やっぱり値上がりする瞬間帯もあるんですよ。こういう風にね、上の方に上がっていく瞬間っていうのあるんですよ。でも上に上がりながらも、結局はそれ以上の下げ波動が来て下の方に行くでしょ、で、これ今はデイリー見てるんですけども、デイリーを見ていくとですね、前からお話しているようにここにレンジがこういう風にあるわけですよね。このレンジを突き破ってその下に行ったらレジサポ転じてなんですよ。今度上に行きにくくなってるんで下の方で展開されていくようになります。これが1日足で見て取れるんですけども、4時間足はもっと分かりやすいでしょ。4時間足は、ここから大きく下の方にずれましたね。で、組み上げて N を書いていくのかなと思ったら、そのまま、まあ横ばいに入りましたと。横ばいに入ったんですけども、ここで一旦落ちていって、で、同じ水準でですね、止まってはいるんですけども、結局この、ね。で、ここからが大きな下下げが来ていると。で、上昇したんだけども、結局、このあたりで押さえつけられてね、ここが影響してるんですけども、この辺りで押し付けられて、結局下に向かってるわけですよ。ということで、ここを突き破って、下の方に106円、105円の方面に展開していくだろうなと思うわけですよね。これ全体像ですよ。細かいテクニカルではないです。細かいテクニカルはこの1時間で見るわけなんですけども、ディセンディングトライアングル、アセンディングトライアングルではないんですけども、ここヒゲが出て上の方に行ってるわけですよね。でもやっぱり下に叩き落とされていると。で、同じようにヒゲが出ていて、これね、この前やりましたよね。陽線の下ヒゲが安値で出てるときは上に上がるんですよ。上がってるでしょ。で、ここに上ヒゲが並んでいるというところで、下の方にずっと、すいません。下の方にずっと向かってるわけですよね、ここがね。で、ここは一定なんですよ。ですんで、ブレイクポイントが出てくるだろうなと思います。こういった意味でも、ディセンディングトライアングル見た点でもですね、下の方に向かうだろうなと思います。引いて言えばですね、強いて言えば、どっちだ？引いて言えば、これも大きなトライアングルに、私は見えるんですよね。さあ、こんな形でですね、私はもう、こっから売りしかないなと思っております。もちろんね、今日中にでも入ろうと思いますよね。1時間足なんですけども、もう最後に1点だけ申し上げます。こちらの方ね、ここら辺まで、もうここ、ヒゲ先を越えるまでは何とも言えないんですよ。ね、ヒゲ先を越えるまでは何とも言えないです。こことここ、ヒゲ先2つありますね。そこまでこの、ロウソク足がぶち抜いていくんだったら、売りで入ります。売りで入るポイントはこちらですね。うん、まあ、ですんで、金額にしてみたらどこのくらいかな。106円の675とか500ですかね。このあたりに触れてセルの方に向かうようでしたら、売りで入ろうと思いますね。本日は以上です。